つくばエクスプレスタウンは都市再生機構が首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス沿線で行っている大規模開発である。埼玉県八潮市、三里市、千葉県流山市、柏市、茨城県つくば市にまたがって開発が行われている。2005年8月24日に開業した首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス沿線に行われている。 大規模開発のうち、都市再生機構が行っているものを指した開発名称である。つくばエクスプレス沿線開発のうち、沿線自治体の新拠点地域が多く含まれている。流山新市街地、ホレストカーサ、柏北部東、ラプリマチッタつくば緑の里、ジェントルヒル緑の研究学園、カツのサーパスつくば研究学園八シ駅を中心とした。 ヤシオ市の中心地区である。ヤシオ駅は、区間快速利用で、秋葉原より17分、北千住より7分であり、都心に近い交通支弁な地域として開発が進んでいる。駅下には、TX アベニューヤシオ、駅前に、フレスポ八ヤシオ、ヤシオ市役所駅前出張所、ヤシオメセナーネックス、千葉銀行ヤシオ支店、ヤシオ駅前交番、その他商業ビルやマンションが、 駅周辺に立地周辺には、小建て住宅が並ぶ。また、地域に隣接して、首都高速6号三里線がある。開発面積72.1ヘクタール、計画人口7500人で、事業期間は1997年6月9日から2019年3月31日。タウンコンセプトは、元気な家族のアクティブタウン。三里中央駅を中心とした。 三里市の新拠点地区である。三里中央駅は、区間快速利用で、秋葉原より20分、北千住より10分で都心に近い交通支弁な地域として開発が進んでいる。駅前の河川を、水辺の浸水公園、二踊り公園として整備するなど地理条件を活かした、特徴的な開発を行っており、駅前には、エムズタウン三里中央、キャノンファインテック、駅の北には、 三里中央総合病院がある。また地域内に、東京外角環状道路が通り、三里南インターチェンジが近接する。開発面積114.8ヘクタール、計画人口12,900人で、事業期間は1998年3月30日から2019年3月31日。タウンコンセプトは、暮らしの中で水と緑の豊かさが実感できる街。 流山大鷹の森駅を中心とした流山市の新拠点地区である。流山大鷹の森駅は快速利用で秋葉原より25分、北千住より15分で、つくばエクスプレス沿線の中核地域として開発が進んでいる。駅下には TX グランドアベニュー大鷹の森、駅前には流山大鷹の森 SC ライフガーデン、 大高の森が立地市周辺には、マンションや小建て住宅が並ぶ。また都市保全林、市、野谷の森が近接し、都心に近い森の町として開発が行われている。開発面積285.8ヘクタール、計画人口28,600人で、事業期間は2000年3月18日から2019年3月31日。柏田中駅を中心とした地区である。 柏田中駅は各駅停車利用で秋葉原より36分、北千住より26分で川の周囲を田園地帯として保存されていると根川に近く都市と田園が調和した街づくりが進んでいる。駅周辺はマンションや小立住宅が並ぶ。開発面積169.9ヘクタール、計画人口1万7000人で、 事業期間は2001年3月26日から2019年3月31日、緑の駅を中心としたつくば市の南端の地区である。緑の、緑の中央、緑の南、緑の東の4丁で構成され緑の駅は、区間快速利用で、秋葉原より43分、北千住より33分、つくばまで9分と、つくば研究学園都市の南端地域として開発が、 進んでいる。駅前は、霞緑の店などの商業施設、高層マンションが立地し終焉は戸建てを中心とした街並みが広がる。開発面積292.7ヘクタール、計画人口2万1000人で、事業期間は2000年3月18日から2019年3月31日。タウンコンセプトは、スローライフを肌で感じる、緑織りなす大地。 研究学園駅を中心とした、つくば市の新拠点地区である。研究学園、学園南、学園の森の山頂で構成され、研究学園駅は、区間快速利用で、秋葉原より49分、北千住より39分、つくばまで3分とつくば研究学園都市の新拠点地域として開発が進んでいる。駅前は、ホテル、中、 高層マンションが立地し周焉には、イアスつくばが立地し、小建てを中心とした街並みが広がる。沿線で最も大規模な開発となっており、開発面積484.7ヘクタール、計画人口2万5千人で、事業期間は2000年から2018年。つくば駅の東、テクノパーク桜に隣接する地区である。つくば駅は、 快速利用で、秋葉原より45分、北千住より35分で、郊外居住のモデル的な取り組みとして、農地、緑地、住宅地が一体となった一各地約600平方メートル程度の大規模定宅街、緑農住一体性住宅地の開発が進められている。開発面積189.9ヘクタール、計画人口8100人で、 事業期間は2004年5月18日から2022年。ありがとうございます。